皆さん、こんにちは。ヒロです。こうです。はい。ですね、今日はまたちょっと前回の動画に引き続きですね、センター試験リスニング問題を解いていきます。2009年のやつですね。で、ちょっと軽く、経緯を知らない人もいると思うんで説明しておくと、海外在住者、としてはですね、私が、まあ、1年9ヶ月、オーストラリアに滞在してます。で、こう、お前は ?0 年0ヶ月。わかりました。そういう感じになっておりますんで、海外在住者は私だけです。なんだっけ、今日は、なんか提案があるんだっけ？まあ、ちょっとゲーム性を追加しよう。まあ、早く答えた方が点、ポイント。ちょっと緊張感ないと面白くないんで。3番、早く言えば OK。なるほどね。いいよいいよ、わかった。ちょっとそれでやってみよう。まあ、海外在住者、当然勝つでしょうと。やっていきましょう。やっていきましょうということで。では早速問題の方に移っていきたいと思います。はい。今日はですね、第3問 A と B に分かれているらしいので、まあ、今日はA、だけに挑戦します。まあ、対話を聞いて、まあ、答えとして最も適切なものを、選びなさいということになってます。はい。それでは、いきます。Question number 14. Have you heard about the new law? When you rent an apartment and have a pet, it'll cost $50 extra a month. So with a cat and a dog, you'd pay double? Right. What about 4 fish in a bowl? Would you have to pay $200?Well, a pet is a pet. Listen again. はい、わかった。全然わからん。全然わからん。2番かな。とりあえず、俺が聞き取れたことをちょっと言うと、なんか法律が変わって、まあ、なんか$50追加で払んなきゃいけないみたいな話があって、で、その後に、まあ、なんかその4匹、魚を買う場合はどうなんだみたいな話をしてて、いや、魚もペットだろみたいな話をしてたんだよ。うん、で、$50プラスで払わなきゃいけない条件が聞き取れなかったから、もう俺は答えようがないっていう。うん、ちょっともうわかんないです。でも、俺の予想だとでも、$50エクストラって何だったんだろうな。ちょっと適当に選ぼうです、ちょっと。じゃあ3番。俺じゃあ1番にするわ。俺じゃあ答え見てみましょう。いや、2番だな、2番。じゃあこうは2番ね。正解は2番だそうです。ということで、こう正解。しゃーい。じゃあちょっと、もう一回聞き直してみるか。When you rent an apartment and have a pet, it'll cost $50 extra a month. What about 4 fish in a bowl? Would you have to pay $200? Well, a pet is a pet. なるほど。はいはい。この設問自体が、if they had 4 fish だから、4匹分ペットがいるっていう形で払わなきゃいけないよって言ってるってことか。はい。ちょっと、海外在住者今回しょぼすぎました。しょぼいわ。まあ俺、法律が変わったの分かんなかった。あ、ほんと。そんな感じだったんですよね。はい。15問目いきます。Question number 15. Sorry, but isn't this 9A? Yes, it is. Well, I've reserved this seat. But my ticket says, oops, I reserved 19A. Sorry, I'll move, but first let me gather my things.Don't bother. I'll just sit in the seat you reserved. Thank you. 3番。これは俺の勝ちだな、多分。いや、1番。Listen again. ファイナルアンサーは？うわー、最後は分かんなかった。お前に勝つには3以外を選ぶしかないから、4番にするわ。俺、考えが変わったんだよね。4番だね。そうね、俺3番って言ったんだけど、うん、最後に女の人が、いや、いいよいいよ、私がその、あなたの席、予約した方の席に動くからって言ってたから、男の人はもう動かないんだよね。俺はね、女の人が、いや、それはいいですよ、みたいなことを言ったところまで聞き取れて、そのことは4番か。そういうことか、はい。はい。我々の方で回答を確認したところは4番でした。ということはですね、こうの方が先に4番って答えて、私は早とちりして3って答えたんで、僕の負けになるんですよね、これ。はい、しょぼい。じゃあちょっとスクリプトの方確認してみますか。Sorry, but isn't this 9A? Yes, it is. But my ticket says, oops, I reserved 19A. Sorry, I'll move. Don't bother. I'll just sit in the seat you reserved.Thank you. この I'll just sit in the seat you reserved これが多分重要なポイントだったね。だから男の人は動きませんよと。いや、そこのね、Don't bother が得ればここは聞き取れてたと。ここまでは聞き取れてて、脈的に4番でしょう。だからもうこれはちゃんと分かった上での正解だったってことだね。俺は何も言い訳できないね、これは。じゃあ16番いきます。今日最後の問題になります。1問目だから、あ、そう、俺落としてコンは正解だったんだっけ？そう。じゃあ俺はもう勝ち目がないわけだ。ってことはまあ、ここの価値確定だけど、海外在住者の意地として最後の問題は勝たなきゃいけないよってこと。じゃあちょっと最後、頑張ります。Question number 16. Could I take a day off tomorrow? Well, we're pretty busy on Saturdays. I know, but I'd like to attend my friend's wedding. I can work an extra day next week instead. I guess that'll work, but next time let me know earlier. Listen again. But next time let me know earlier. 1番。からね、俺にこの選択肢を読ませてくれ。いや、いいよ。OK。もう、これセンター試験本場だったら、次の選択肢にとっくに進んでるよ。わかんねえ、これ。前が1番ってことは、3番にしとくわ。3番ね。はい。なんで俺が1番を選んだかというと、彼らの会話の内容はね、今週末になんか結婚式があるから、休んでいいって男の人が聞いてて、翌週ちょっと多めに働くからみたいなのも言ってて、で、女の人がなんかちょっとためらったんだけど、まあでもまあいいわって言って、次なんか同じようなことがあるときは、もっと早めに教えてねって言ってたから、そういうこと？それで1番が男の人に、今週末休んでいいよというふうに言うだろうっていう感じだよね、多分。それね、1番だね。はい。ちょっとじゃあ、スクリプト確認してみます。まあ、この辺のcould I take a day off tomorrowとかっていうのが聞き取れれば、なんかまあ、最初の問題文の取っかかりの部分で、休みたいんだな、この男の人は。みたいなのがわかるかもしれないね。なんか最初聞き間違えたわ、俺、普通に。女の人に明日空いてるみたいに聞いたかと思って。あー、そういうことか。あ、このcould Iとかね、すごい丁寧な表現であんま聞き慣れないかもしれないっていうのと、あと、take a day offとか、have a day offとかっていうのは、休み、もらうとかっていうので、品質っちゃ品質なんで、こっちは。うん、なるほどね。はい。どうだった今日は？まあ余裕でしたね。お前最後落としてたけどね。いや、まあ、俺はね、2問落としてる身で言うことじゃないけど、落としてる身で聞く。落としてないけど、2問負けてる身で言えないけど、聞き取り自体は、難しいとは感じなかったけど、勝負が今回あったっていうのと、それでの焦りと、まああとはやっぱりこういう形式の問題を解くっていうのにやっぱ慣れてないから、っていうのがまあ俺のすべて、まあこの言い訳だよね、今回負けた。これがすべての言い訳です。まあ、そんな感じですかね、今日は。じゃあ、なんか、ない。サッカー選手になりたい子供たちに対してのコメントとかなんかない？全くない。日本の未来を背負ってる5歳ぐらいの子供に対してなんかない？まあ、遊んだ方がいいね。遊んでください。しっかり。これ何の動画やねんって話になってくるよ。大事なことだよね、遊ぶこと。今日はですね、前回に引き続いて、センター試験の問題解いたんですけど、ちょっと今回からですね、勝負みたいなのを加えてたんですけど、今回は項に軍配が上がり、ちょっと海外在住者としてのメンツを保つことができなかったんで、次回は実力を発揮していけるように、ちょっと精進したいなと思います。はい。今回も動画の方見てくださって、ありがとうございました。いいね、シェア、チャンネル登録等よろしくお願いします。それではまた、バイバイ。バイバイ。